かわいい。はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。本日はですね、3月1日に誕生したアニマルセラピーを取り入れた障害者就労支援事業所シンビオーシス牛久に来ています。アニマルセラピーとはですね、動物と触れ合うことで認知症やうつ病の改善が期待されたり、病院や学校等でも取り入れられています。そんな事業所で働く障害を持った方々の一日に密着して、どんな仕事をしているのか、またシンビオーシス牛久の解説者でもあり、ペット医学機構運営動物病院の院長でもある加藤昭久社長にお話をお伺いしたいと思います。これもう毎朝決まった時間に。そうですね。もう一日の始まりはじゃあお世話から。今からご飯なんですよ。あ、そうなんですね。ゆきさんにポって お手伝いしても大丈夫ですか。全然お願いします。ありがとうございます。もうこのままかけちゃう。このままかけちゃって。はい、わかったわかった。この匂いしてからね。あるよ。いいね、ガツガツ。今日並んで食べてる。今日並んで食べてる。仲良し。私たち動物病院の方で看護師やってるんですけど。あ、そうなんですか。はい、今これから何をされるんですか。爪切りです。あ、爪切り。はい、爪切りをしていきます。はい、楽しい。大丈夫。おほ、すごい狂気。ちなみにこれって何ですか。毎日健康管理してます。はい、へえ、しっかり管理されてるんですね。基本朝は私たちがやるけど、夕方はね、スタッフさんたちがやってくれてるのかな。ここにいる猫ちゃんってどういう経緯で来られたんですかね。はい、そう、実は不思議なことに、ここ3月1日に会社だったんですけど、はい、その日にクレームがかかってきて、猫を助けてくださいってお依頼が入ったんですね。はい、お父様が一人暮らしでここの近くに住んでたんですけど、はい、連絡が取れないって言って、娘さんが東京から来てみたら、お父さんが入院しなきゃいけない状態だったと。で、猫はもう飼うことができないので、うん、猫とウサギ1匹を助けてほしいというの電話があって行ってきたんです。そうなんですね。はい、保護猫ちゃんってことだったんですね。全く保護猫ちゃんです。はい、まあ、ここで一生暮らされる感じなんですか。それが不思議なことに、うちの母体の動物病院にかかっている方から、うん、はい、猫ちゃん欲しいって言ってもらって、うんうん、なんと3匹まとめて全部4月1日にお引き渡しが決まりました。よかったですね。はい、そっ
か。じゃあ新たな飼い主さんと幸せに、うん、そうなんです。うさぎちゃんはって言ったら、はい、メンバーさんのうさぎは連れて行かないでっていうのでこのままここにいるかもしれないです。あ、そうちなみにこの子たちがこういなくなっちゃうわけじゃないですか。そうするとまた新たにその保護猫ちゃんを迎え入れるってことはあるんですか。ありますあります。今後も活動していきます。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。今何やられてるんですか。利用者の方のお弁当を今作ってます。そうなんですね。何個あるんですかね。今日は19食ですね、いつもは10食前後ですね。じゃあ今日倍じゃないですか。そうですこれ今何作ってるんですか。スープです。これ味噌汁じゃないんですね。そうですね、味噌入れなかったです。あ、そっか卵が閉じて、美味しそう。献立ってどうしてるんですか。献立は院長が考えてくれる。ああ。院長がだいぶ仕込んでやってくれるんです。院長がだから毎日ランチの献立考えるのが大変だってなんかリクエストくれて何が食べたいか何が食べたいかってからお散歩に行くみたいなのでシロちゃんと一緒に行きたいと思います。シロちゃん、お花が綺麗。家の中にいるとその体の機能が落ちちゃうので、こういうところにいてお散歩も一つの大事な体力向上としてやってますね。はい、お散歩終わりました。ワンちゃん猫ちゃん用のショップもあっていろいろグッズもありますね。かわいい。これなんだろう。お散歩中にこううんちとかを拾うやつ、これ買おうかな。これいいんじゃないですか。せっかくドッグランがついてるのでシロちゃんと遊びたいなと思います。はい、購入しました。このフリスビーでシロちゃんとドッグランで遊びたいと思います。行くよしれちゃん。はい。行くよしれ。はい。しろ。ちょうだい。
シロちゃん、ドッグランでたくさん遊びました。楽しかった、シロ。シロちゃん、このテンションの高い理由はですね、目の前にもうご飯が用意されているんです。じゃーん。今日はですね、肉団子スープとソーセージの盛り合わせを用意していただきました。じゃあシロちゃん、食べようか。はい、じゃあシロちゃん。シロちゃん、もう無我夢中で一気に食べちゃいました。完食です。はい、もうスープはないよ。美味しかった。すごい美味しいみたい。さあシロちゃん、続いてソーセージだよ。4種類あって、ポーク、チキン、鹿、ホースですね。じゃあまずポークから食べようか。うん、続いてチキンいく。チキン、鹿、はい、ホースですね。はい、本当にシロちゃん食いしん坊ですね。あんまり好き嫌いないんですよね。シロがソーセージ食べてたら食べたくなってきた。シロちゃん、ちょっともらってもいい？ちょっとだけ。僕もいただきます。まずポーク。待ってよ、後ろは食べる。半分もうちょっとだけちょうだい。うん、これも少しもらう。チキンはちょっとね、柔らかい感じかな。鹿、うん、弾力性がある。あ、これ美味しい。うん、これ俺気になってんだよね。ホース、うま。例えづらいな。はい、はい、ということでシロちゃん完食しました。美味しかったかい？シロちゃん、お座りは？じゃあいただきます。スープもさっき作ってたやつですもんね。そうです。これでも魚だね。肉じゃない、うん、美味しい。じゃない、そう、北海道ですよね。そうです。お父さん北海道。あ、そうなんですね。なるほど。札幌とかですか？いや、全然室蘭です。あ、室蘭。うん、私、今日のサラメシって書いてある紙がいつも置いてあって。へぇ、で、配置が決まってて。配置決まってて、それ通りに。それ通りに。そう、あ、配置まで。うん、そう、指定が書いてあって。あ、そうなんですね。美味しい。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。結構ね、本当にバランスを考えられて作られてたので、野菜もしっかり取れましたし、大満足です。これって今何やられてるんですか？このあのうんちとか入れるやつ。それを折ってる。あ、そうだね。あ、そうなんですね。手作りなんですね。
僕もちょっとやってみていいですか？お邪魔します。これは大きいから半分に、はい、切る、うん、はい、大体半分にして、はいはいはい、そうか、そうか、はいはいはい、とりあえずこう、起こしないように、はい、何かあります？はい、まあ、ここを貼り付けて、はい、ここを折るときにも取り付けて、とりあえずこれで終わり、これで完成。お二人も真面目だから笑ってる。あ、そうなんですか。できました。上手。ありがとうございます。そうそう、今これって何の作業されてるんですか？ワンちゃん、猫ちゃんね、トリミングが終わった時にトリミングサロンでつけるじゃないですか、はい、いつもがあったら、うん、そう、あれ用にあれを販売するんですね。僕もシロちゃんにね、ちょっとオリジナルで作ってみたいと思います。綺麗に出てたね。うん、いろんなデザインで。お、この俺のアイディア、この三角をこうリボンするじゃん。で、真ん中にこうやってね、こうやってかわいい、かわいい、できました。かわいい、シロちゃんつけて、つけますか？つけてください。どうですか皆さん、かわいいザ・女の子って感じで。今日はお仕事の現場密着させていただいて、はい、いろいろ見させていただいたんですけれども、メンバーの方って今日やった以外のお仕事もやられてたりもするんですかね？はい、あります。こういうプリザーブドフラワーを作らせてもらったりとか、はい、カゴを編む作業も最近ボランティアさんが来てくれるようになったので始めました、はい、あとプリザーブドフラワーを作った後ってちっちゃなお花がたくさん出ちゃうのでもったいないなと思ってハーバリのボールペンもしています。うん、なんかあと他に野菜の水耕栽培もやられてるんですかね？今はルッコラ、サラダナ、ケールレタスですね。そうなんですね。はい、ここのお昼ご飯にしようかなっていう程度です。はい、育って自分たちのお昼ご飯だったらいいですね。そうですね、気長にみんなに余っててもらって、はいはい、今日はですね、シンビオーシス牛久をいろいろ見させていただいたんですけれども、その解説者でもある加藤社長に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあちょっと初めに質問させていただきたいんですけれども、はい、なぜこのような B 型事業所を作ろうと思ったんですかね？長年動物病院の院長として動物に関わってきて、もう少しペットだけではなくて社会貢献したいなという気持ちがあったのと、動物を介したアニマルセラピーというのもあるということで、障害者さんと動物というところにつながれればというような感覚でやってみようかなと思いました。今日僕も実際現場見させていただいたんですけれども、動物さんと関わってるメンバーさんたち生き生きして楽しそうに仕事されてたので、はい、癒しをもらいながら仕事されてたのかなと思ったので、すごいなと思いました。そうですね、はい、今日メンバーの方々が働いてる姿とか見させてもらってたんですけれども、こちらのドッグランの受付業務だったりとかカフェ内のスタッフだったりとか、はい、動物と触れ合う現場の拡大っていうことは考えたりはされてますかね？そうですね、メンバーさんの中には料理が好きな方もいるし、接客も全然大丈夫っていう方もいらっしゃるので、今後楽しい時間が過ごせるんじゃないかなとは思いますけどね。実際にこうお客さん来るとワンちゃん連れの方が基本っていう感じですよね？そうですね。そうですよね。アニマルセラピーって実際に効果が見られたりとかはしていますかね？はい、
方を受け入れない寡黙な方が動物と触れることによって笑顔を取り戻したりとか、まあ、ゆきさんも先ほどおっしゃってましたけど生き生きとされてますし協力的な面も見せるようになるということは感覚的にも、まあ、実際的にもあります、はい、僕も見ててそうかなと思ったんですけれども一緒に今日保護猫ちゃんだったりうさぎちゃんのお世話を手伝わせてもらったんですけど、はい、その中の会話とかでも楽しんでやっててアニマルセラピーって本当に効果が見られるのかなっていうことは僕も思いましたね。で今ここ僕がいる場所もスインギー&パラダイスっていう動物病院もありカフェもありドッグランもありっていう感じで3つが合同になってる感じなんですかね。もっと言えばショップもあるし、はい、ああそうでしたね、はい、ペットホテルもあるしトリミングもやってますし、はいはいはい、飼い主さん向けのセミナーなんかもやる予定でますし、まあ、そういうところにも障害者さんが関われればなとは思ってます、はいはい、ああそうなんですね、はい。今日シロちゃんと一緒に来てドッグラン遊ばせていただいたんですけれども、はい、結構な広さですよね。そうですドッグメニューとかもカフェで頼ませてもらったんですけれども、無縁で無添加でっていう、はい、僕もワンちゃんを食べたんですけど、素材が美味しかったですね。あはい、というわけで本日はスインギー&パラダイスそしてシンビオーシス牛久の解説者の加藤社長のもとにお邪魔させていただきました。本日はありがとうございます。ありがとうございました。いろいろはい、というわけで本日はですね茨城県牛久にある就労継続支援事業所のシンビオーシス牛久さんに訪問していろいろ密着させていただきました。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。